国民新党の亀井代表は、消費税増税法案の閣議決定には署名できないと、野田総理に改めて連立離脱を突きつけました。しかし、自見大臣は国民新党の副代表として署名すると閣議決定に賛成し、党は分裂状態に陥っています。中継です。はい、亀井代表はつい先ほど下地幹事長と会談しまして、下地幹事長が連立は維持されているという認識だと説得しましたが、平行線に終わりました。亀井代表は党内で厳しい立場に立たされています。亀井代表は今朝野田総理と会談し、連立離脱するものの、自見大臣らは無所属議員として閣内に残る案を無理だと一蹴されました。そこで全ての議員が連立離脱して、自見大臣らは辞表を出すと突きつけました。しかしまさにその時、自見大臣は国民新党の一員として閣議で消費税法案に署名していました。署名をさせていただきました。いろいろも亀井さんも国を持っておられますけども、ちょっといかがなものかな。私が代表で連立を解消してるんです。国民新党の一員として、閣議決定署名するということは頭がクラクラしてくるな。これそんなことあるのかい。亀井代表は離脱カードを切ったものの、とりあえず一人芝居に終わりそうです。ただ与党の一角が崩れることで、今後の政界再編の糸口になる可能性もあります。